ドリームキャッチャー。進みたいけど怖くてまだ待ったままの足がつまずいて1月15日日曜日午後4時、皆さんいかがお過ごしでしょうか。夢を応援するラジオドリームキャッチャー、ナビゲーターの出口優子です。この番組は夢を追っている人を応援し、やりたいを叶えるエンタメ系番組。アーティストに限らず年齢も関係なく、とにかく夢実現のために進んでいる皆さんを応援していくという番組です。毎回ゲストをお招きして、やりたいことや叶えたいことを語ってもらったり、夢を叶えるコツなど教えてもらったり、時には県内外のライブ情報、演劇、公演情報、オーディション情報などホットな情報もお届けしていきたいと思います。どうぞ皆さん1時間お付き合いくださいね。それでは引き続き番組テーマソング、しずくが歌うどこまでもお聞きください。この番組は生体院フルールサイモン沖縄の提供でお送りいたします。今週も始まりましたドリームキャッチャー。
もう11月もね半ばになってしまって、なんか今年1年はすごく早いなってね思いますね。皆さんはどうでしょうね。だんだん沖縄も涼しくなってきたので、風邪なんかひかないように気をつけてくださいね。それでは皆様お待ちかね、早速本日のゲストをご紹介したいと思います。本日は色と香りとアートのセラピスト、海の見える隠れ家サロンあかりん代表の乾あかりさんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。イエーイ。あかりん。はい、あかりんです。よろしくお願いします。どうも、初めましてじゃないね。初めましてではないけど、なんかでもね、そうね、あかりんと私はちょっとね、ある方の紹介で、はい、今年に入ってお知り合いになった、はい、お知り合いっておかしいね、知り合った、そう、知り合いました感じなんですけれどもね、色と香りとアートのセラピスト。そうなんです。素敵な肩書きが。そうです、うん、ちょっと自分でもちょっといいかもって思ってるんですけどでお店の名前がアカリン。そうですね、はい、アカリン、ひらがなでアカリンでさせていただいてます。かわいいですね。はい、なんかなんかちょっと実は自分の、私の名前が乾あかり本名で、アカリに、うん、をつけて自分の名前を屋号にするのがちょっと実は恥ずかしい気持ちもあったんですけどでも私のこのサロンの思いとしては、うん、このいろいろこの色とか香りとか、あと五感を使って、まあ、自分の心をこうすっぴんにこうお掃除して、すっぴんにしてありのままの笑顔でこう毎日をもっと楽しく過ごしていただきたいなっていう気持ちをもとにカウンセリング、まあいろんな五感を用いたカウンセリングを用いてお話、心がハッとパッと明るくなるようなカウンセリングをさせていただいてまして、だから、はい、お客様がこう、うん、私のところに来ていただいて、帰り際にはなんか心もなんか体もどことなくポッと明るく軽くなって帰お帰りいただいて、また次の日からちょっとずつ軽い気持ちで楽しんでいただける、楽しい時間が増えたらいいなという思いを込めて、あかりんにさせていただきました。いい名前だと思います。ありがとうございます。なんか響きもいいよね、あかりんって可愛いし、なんか妖精っぽい。そう、なんか妖精、そう、なんかね、軽いふわふわした感じで、ね、なんか妖精の子らがキラキラってかけられそうな。そうね、海が見えるっていうことは、場所はどこなんですか？はい、読谷村でさせていただいてます。またいい場所、読谷大好き。いいですよね、うん、私も自分で言うのもなんなんですけど、とってもいいとこです、ね、海も近いしね、なんかちょっとプチ海外気分を味わえる、はい、そうですね、地域ですよね、はい、読谷のスタバとか行くと外人さん、大きい犬連れた外人さんとかいて、はいはい、いやなんかちょっとカリフォルニアにいるの、うん、的な気分を味わえる感じ。本当にそうなんですよね。結構やっぱり外国の方も、やっぱ軍関係の外国の方も、うん、住んでる方も多いですし、ね、やっぱり リゾート地ということで、海もねやっぱり綺麗なんですよね。海とか入ったりします、はい、たまに、たまに、あ、でもよくお散歩ではよく行きます。まあ我が私のお家から歩いて10分ぐらいでビーチに行けるので、羨ましい、はい。だから本当に散歩がてな、もうビーチに行って足パシャパシャしたりとか、アーシングですね。うん、そう、アーシング、そうですね。アーシングも本当に自然のこの力を借りながらも癒されるっていうのをね、ね、浄化していくという感じですね。本当、はい、そうなんですよ。すごい、なんかそう、あかりんと、まあ、今日からあかりんって呼ぶことになって、はい、どんどんあかりんで、そう、今までお話ししてもなかなかこういうこのセラピストのお仕事に関するお話とかをしたことがなかったので、はい、でもまあ納得っていう感じ。あ、納得、はい、そんな感じ。よく向いてるって言われる香りっていうのは何ですか？そうそう、香り、私、うん、特にお香の方を好きで、うん、面白い、沖縄で初めて、まあ、京都発祥、沖縄で初めての、はい、彩り香という色と香りを掛け合わせた、うん、セラピーがあるんですよね、めっちゃ面白いんですよ、で本当に、まあ、選んだお色から、うん、でこう自分でこの色と、まあ、お香の原料が何種類か、はい、10種類ぐらいあるんですけど、うん、この色とこの香り、自分で合うなっていうものをこう線引きしていって、うん、で
自分の今好きな色とか気になる色と、はい、その対応し自分で選んだ対応したお香をブレンドして、はい、あの自分オリジナルのお香を作るっていただいたり、で、まあ、その選んだ色をもとに、セッションというか、うんうんうん、お話を聞いたり、色のこういう色彩心理、この赤色はこういう意味があるんですよ、どう今お気持ちいかがですかっていうような感じでお話を聞きながら、うん、このちょっと心の、お掃除お話でしながら、で自分で香りをブレンドしたもので、またお花でもこのスーッと、うん、すごいお香って落ち着くと思うので、そうですね、うん、そう落ち着きながらこの目でも香りでも癒して、うん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 、癒されていただくような感じですね。はい、全感覚を癒してくれるっていう感じですね。はい、そうなんですよ、うん、すごい、ね、プラスちょっと面白いのが、うん、あとアロマも私はまた全然別のセッションでアロマとカラーセラピーを掛け合わせたものをしてまして、でこれも結構面白いんです。香りが変わるカラーセラピーをしてます。香りが変わる、どういうことですか、香りが変わる。カラーセラピーをする前に、うん、まあ、6本のオリジナルブレンドのアロマ、うんうん、ちょっと全部嗅いでいただくんですよ、はいはい、で好きな香りちょっと苦手だなっていう香りを一個ずつ選んでいただくんですよね、うん、まあ、それも元に、まあ、香りも実はいろいろ意味があったりしますので、うん、でその後にカラーセラピーで、まあ、ちょっと心のお掃除をしてすっぴんになった後に最初に選んだ好きな香り、うん、苦手な香りが感じ方が変わるんです。あ、やっぱりお掃除をするから。そうなんです。で好きな香りはよりスーッと軽く入りまして、うん、で苦手やな、何かちょっと嫌だなって言った香りが意外に受け入れられる、うん、なんかマイルドに感じたりとか、 あとちょっと嫌じゃなくなったっていうのもあります。敵対する心がなくなるみたいな感じ。そうなんです、すだからこの、まあ私結構心理学とか脳科学も好きでいろいろ勉強学ばせていただいてるんですけど、やっぱり香りってこの記憶とか脳の本当に海馬の部分と直結しているところがあるので、この自分のまあ結構昔とか、いやあれ嫌だったなとか、あんなちょっと引っかかってる過去とかをこのカラーを使ってまあ整理整頓して、そしたら嫌だったものが嫌じゃなくなってくるんですよ。そしたら多分このその記憶とか捉え方が変わって、うん、でそれで対応した香りとかも、うん、嫌だったものが嫌じゃなくなったから、こう香り方も変わってくるんじゃないかなって私は思ったりもしてます。でもそれってすごいですよね。香りとか音とかって、はい、すごいなんていうタイムスリップするじゃない、うん、昔嗅いだ香りを、あ、はい、そうそうそう、その同じ香りを嗅ぐともうそこに記憶が戻っていく、はい、それがいい記憶だったらいいけれど、うん、もし嫌な記憶だったらこれでお掃除ができるということですね。そうですね、はい、あとはもうでも嫌なことだけでもなくって、うん、まあ、今自分がもっとこうなりたいんだって本当に夢ドリームですよね、はい、こうドリームキャッチしたいんだけど、なかなかちょっとなんか思い描くんだけどなかなか一歩出ないんだよなとか、うんうん、なんか行動がちょっと続かないんだよな、なんでだろう、モヤモヤするなっていう気持ち、うん、まあ、もっとこうステージアップしていきたいっていう時にも、まあ、なんでどこが引っかかってるんだろうっていうのを、まあ、香りと色を使いながら、あ、じゃあこういう考え方の癖がちょっと見えてきたりするんですよね、うんうんうん、そういう考え方の癖がなんあるので、じゃあちょっと、まあ、捉え方を変えて、でよりこの一歩踏み出しやすいような、お話とかカウンセリングもさせていただいてます。すごいですね。だいたいお客様ってどんな方が多いですか？やっぱり今結構自分を見つめたいとか自分を知りたいっていう方が結構多いですね、うんうん、なんか好きなことを仕事にしたいとか、うん、もっとこのもっと楽しくコミュニケーションを気軽にしてもっと自分のやりたいことをどんどん行動していきたいでもっていう方とか、あと自分が何がやりたいのかわからないとか、好きなことを何かしたいんだけど、うん、何が好きなのかどうしていいのか何からしていいのかわかんないよっていう方は結構多いかなって思いますね。やっぱりあれじゃないですか、令和に入ってから結構その、はい、まあ、コロナもあって、はい、自分を見つめ直す時間っていうのがすごく増えてきてるじゃないですか、うん、やっぱり増えました。
あ、そうですね、セッションですとか、あと講座もそうですね、はい、あのただちょっと対面、やっぱりコロナの影響で対面の方をちょっと営業を休ませていただいてたので、 で、ね、でもそのまあ、おかげといったらあれなんですけども、オンラインでする切り替わ、うん、あのさせ、まあ、ちょっとずつ移行させていただいてまして、はいはい、そしてやっぱり東京とか、うん、あの富山とか関西とかからお話をあの、うん、聞きたいということで、うん、あのご依頼はあります、増えましたね、全国から増えておりますね。なんか反対にね、この見えなかったこの、はい、ところが見えてよかったですね。そうそう、はい、でも香りはできないね、オンラインだったらね。そうなんですよ、香りがねちょっとね悩ましいんですけど、まあ、カラーセラピーとかアートセラピーは、ね、まあ、オンラインでもできます、まで、という、まあ、できる範囲でちょっと拡大をしているところですね。アートセラピーっていうのは何ですか？アートセラピーもめちゃくちゃ深くて面白いんですよね、うん、あの私がちょっとメインに使ってるのは殴り書き法っていうものがあるんですけど、殴り書き法、はい、ちょっとどういうこと、なんか怖いんだけどって思うかもしれないですけど、ただの落書きです。もう思ったものを画用紙とかノートにバーって書くだけ、うん、であの実はアートセラピーって、あの精神病院とか精神医療の分野で、うん、あの開発されて、はい、あのしっかりあの効果が見られ、心が落ち着かれてきたっていう、うん、ちゃんとした成果がある、うん、あのものなんですけど、はい、だから実はね、このアートセラピーはもうガーって思いのままに描くだけ、色を塗ったりするだけで、うん、心の浄化っていうのも、感情が解放されて、溜め込んでいたものが解放されて、心が浄化になされて、うん、であと、まあ、どんな自分でもいいんだっていう自己肯定感とか、自分を認めるとか、うん、自尊心っていうのが高まる効果があるって言われてるんですよね、うん、なので本当に書くだけでもすごいスッキリするんですけど、うん、ただ私の場合は実はアートセラピーって、色彩心理の観点ってあんまりセットにされてなかったんですよ。なので私の場合は色、色彩心理大好きなので、あの 赤でくちゃくちゃって書いた、ただこのくちゃくちゃは何なんだろう、赤の意味があるから、もしかしたらこの実は赤って、この頑張って情熱を燃やして前に行くぞ、どんどん行くぞっていう気持ちもあれば、実は焦ってるとかイライラしてる、怒ってるっていうような、プラスマイナス両方の意味があるんですよね。だからどの色でどういう風に描いてるかっていうのを、まあ、こう見ることで、より深く自分の気持ちとか無意識の深層心理をこう引き、もう楽に引き出せることが深いですね、はい、それがこの赤輪式のアートセラピー、はい、そうです、赤輪式です。これってなんか例えばテーマとかを与えるんですか？あ、そうですね、テーマは特に、ま、あの今モヤモヤしてることとか、うん、この課題、自分の課題だったりとか、うん、あと悩みがある方に対して、こうそのテーマをちょっとお話し、最初に、うん、今どんなことが思い浮かびますかっていうような形で、うん、まあ、ちょっと初めにお話を聞いて、うん、今実はちょっと職場のことで悩んでるんですとか、うん、はい、まあ、子育てのことでちょっとなんかこうイライラすることがあってとか、はい、夫婦とのコミュニケーションが今ちょっとなんか伝わりづらいんですよねっていう、うん、まあ、例えばそういう課題がお話を聞いてたら出てくるので、うん、はい、じゃあそれを、じゃあちょっとそのことに焦点を絞りながら、少し、まあ、色やアートを使って、あの読み、まあ、自分の気持ちを吐き出しながら、どうしたらいいのかなっていうのを、うん、あの考えて、一緒に引き出して考えてみましょうかっていうような流れになりますね。それってあの受けられてる方って、はい、サササって書けるもんなんですか？結構皆さん今のところ書かれてますね。なんかそれ引き出し方があるんですよ。何でもいいよっていうっていうのもあるかもしれないですね。ま、でもそうですね、結構意外に、ま、初め確かにちょっと何から書こうかなって戸惑う方も確かにいらっしゃるんですけど、うん、いや何でもいいですよって言ったら、で、まあ、例えば、まあ、私が今まで描いた絵とか、うん、もうこんなぐちゃぐちゃのぐるぐるとかでもいいですし、うんうんうん、まあ、お星様いっぱいでもいいし、虹とかでも何でもいいですよって言ったら、結構皆さん、あ、うんって言って今思いついたものみたいな、そうそうそう、うんうん、を書かれていきますね。すごい、はい、なんかでそこからあかりんが読み取っていくわけですね。ちょっと読み解く感じですね。すごい、はい、でも結構ね、あの私読み解くというか、
どっちからだった、どちらかというと私は聞いて、うん、あのお客様に、はい、これどんな風に、これは何ですかねとか、どんな風に見えますかねって、何を表してるんでしょうっていうような形で、まあ、ちょっと聞きながら、うんうん、まあ、本当はもう答えとか自分のモヤモヤの解決策って、もうお客様、うん、自分自身の中にあるっていう気持ちで、うん、まあ、お尋ねしながら、まあ、お話、まあ、こういう意味もありますよねって、色の意味をお伝えしながら、はい、ちょっと深掘りしていく感じですね。なんか今日はいっぱいこのカラーのボトルをお持ちいただいてるんですけど、そうなんです。なんかよくほらカラーセラピーとかオーラソーマだった、あ、なんか、はい、2色に分かれてる、あれはよく見ますけど、今日初めて見た。あ、本当ですか、うん、あのこれは TC カラーセラピーといって、はい、14色のこういうあの綺麗なカラーボトルが、うん、あの並んでいるんですけども、このトゥルーコミュニケーションということで、トゥルーコミュニケーション、はい、そう、 TC ってトゥルーコミュニケーション、で TC? そうです、そうです、はい、はい、本音のこ、うん、あの本音を大事にするコミュニケーションを取っていこうねっていうことで、あの本当にこう、もう なんだろう一家に一台心の薬箱っていう気持ちで作られた、うん、あの優しいコミュニケーションが増えるカラーセラピーのシステムですね。結構日本では、結構全国で今までに4万4千人の方がご受講されているそうです。そうなんですね、はい、そうなんです。ね、でもあのすごい気楽に、あの私はただ単に初めは、うん、これが欲しい、こういうこのボトルがめっちゃ綺麗だったので、あの、リスナーの皆さんまだ分かんないと思うんですけど、はい、香水のボトルのような感じで、そうですね、色もすごく綺麗で可愛いですよね、はい、そうですね、こう、うん、透明感のあるこの 赤からこう虹色の色ですとか、うん、まあ、茶色とか透明だったりとか、まあ、14色のグラデーションにカラーボトルが14色並んでるんですけど、並んでるだけで光が当たったらまたこのさーって光が机やあのね、インテリアに反射するので、キラキラキラってとっても綺麗なんですよね。だから私は初めこのボトルが欲しいなっていうので、あの、あのあかりんの真実、真実のコミュニケーション、そうですね、これが新本音というかね、本音本音出てきたっていうのもあります。で、あとでも本当にこのすごいマニュアルというか、はい、テキストがしっかりしてるので、うん、本当に初めてこのカラーセラピーとか色彩心理を学ぶ方も、うん、学んだ方も、もう講座を受けていただいたら、はい、もうその日からすぐできるようになるんですよ。すごい、その手軽さ、うん、気軽さがすごい私にはヒット、うん、しましたね。はい、でも私実はでも小心者なので、このカラーセラピーの講座を受けて1年半ぐらいは、うん、もう自分のためだけにしかしなかったです。セルフ、自分で自分の心をこのお掃除もできるんですよね、うん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 、私はそのためにちょっとして始めたっていうのもあるんですけど、はい、で、まあ、でも面白いしちょっと他の人にもやってみようっていうことでやってみたところ、結構あの、あ、当たってるっていうか、うんうん、本当にちょっと的を、はい、こう見透かされてるじゃないけど、そんな気持ちになったりとか、で本当に面白い、うん、で色でこんなすぐ分かるのみたいな、うん、だから本当に初対面で本当にあんまりお話がしてことがない方でも、うん、結構深い話になったりしますね。あら、こんなことまで聞いちゃったわみたいなあ、こんなことまで話しちゃったわみたいな、話しちゃったっていうのもありますね。おー、すごいですね、はい、なんか未知の世界、すごく。あ、そっか、うん、あまりカラーセラピーはされ受けたことない。受けたことがない。あ、そうなんですね、うん、これはじゃあいろんなコースがあるってことだよね。カラーセラピーだけとか、ね、はい、色と香りを使うとか、はい、そうですね、アートと組み合わせるとか、はい、私の方ではセッションがその3種類メインにありまして、はい、うん、もう本当にがっつりカラーセラピーのセッションと、うん、で2つ目がアロマとカラーセラピーを組み合わせたセッション、はい、でそしてアートセラピーとカラーを組み合わせたセッションになります、はい、であとがあのセッションカウンセリングメインコースになっていまして、うん、あと1つはそのさっきのお香と色を組み合わせてお香を作る、あのお財布に入れるお香とか名刺に香りをつける名刺香とか、あとはもう本当に自分のためにあのリフレッシュのお香
体に塗るお香を作ったりするお香 のコースがあったりしますね。すごい、それあの贅沢コース全部とかあ人はいないですか？そうですね、今まで考えたことがなかったな。でも、ね、受けたい人がいると思う。あ、なんかいるかもしれないですね。ちょっとロング、本当ですね、一日一組、ちょっと一日一日一組様みたいな、本当です ね、 本当です ね、 ね、ああいい発想いただきました、ありがとうございます。いいあの メニューが今日生まれそう。よかった。ドリームキャッチャーだから、ドリーム、あ、本当ですね。キャッチキャッチキャッチしちゃったな。つかみましょう。、はい、ということでね、本当に行ってみたくなりますね。あ、ぜひ遊びに来てください。これご予約とかは、そうですね、予約の方は、うん、あの Facebook ですとか、はい、このLINE アットもありまして、はい、うん、あ、そっか、 LINE アット、何で検索すれば出てきますか？ちょっとお待ちくださいね、はい、いつまででも待ちますよ。ありがとうございます。まずあの Facebook なんですけれども、はい、Facebook でしたらあの乾あかりで、うん、あのサッカー選手の乾選手、一文字乾燥の乾、乾燥の乾乾に朱肉の朱、朱色の朱色の朱カラスラピーなのに朱肉って言わないで。確かに朱色の朱、朱色の朱ですね、はい、朱色の朱です。にさっとで乾、はい、あかりとあの Facebook ご検索いただければと思います。これって本名ですか？そうです、そうです。なんかめっちゃ芸名みたいに、ね、あ、本当ですか？ありがとうございます。ちょっと照れちゃいますね。いいお名前、ありがとうございます。ぜひ皆さん、はい、乾燥の乾に朱色の朱、佐藤乾あかりさんで、はい、あの検索していただきたいと思います。ぜひお願いします。でもあのあれだよね、あかりん実はラジオパーソナリティもやってらっしゃるという。そうなんです。これも、はい、あのご縁がありまして、はい、あのちょうどあの行きつけのバーで、うん、このあ私もちょっと絵を描くのが好きなので、うん、ちょっと初挑戦でライブペイントをさせていただいたんですよね、はい、でその時あの DJ の方と一緒にちょっと音楽に合わせて絵を描かせていただいて、うん、すごい楽しかったんですよ、うんうん、で本当にその出会いがきっかけで、その DJ さんがこのラジオ番組を持ってらっしゃって、うん、はい、でそこにこうゲスト出演させていただいた時に、あの朝の番組枠が空いてるからということで、はい、はい、あのちょっとお声かけいただきまして、あの8時から朝の8時から10時毎週火曜日モーニング FM ギノワンで、はい、失礼しました。FM ギノワンで、はい、はい、あのモーニング8という番組を担当させていただいてます。すごいね、2時間生放送でしょ。2時間。そうですね、あのもう一人スタッフの方とあの、うん、はい、2名でさせていただいてるんですけども、うん、はい、初めはもう2時間と聞いて、いやできるかわからんわと思ったのでちょっと考えますということでちょっと考えさせていただいてたんですけど、でもやっぱりこういいきっかけだなと思って、はい、あのチャレンジさせていただきました。ちょうど1年ぐらい経ちますね。皆さんぜひ火曜日朝8時から10時 FM ギノワン、はい、聞いた後に FM 那覇に戻ってきてください。お願いします。その時間だけは2時間だけ耳貸してください。今度何か告知をさせてください。ラジオ、あ、ぜひ、はい、ぜひ来てください。はい、あのゲストさんも私も募集してますので本当にじゃあぜひ呼んでください。はい、ぜひぜひ、はい、またこのツーショットが実現できたら嬉しいです。じゃ あ、 あのここでちょっと1曲曲を皆様にお届けしたいと思うんですけれども、あの先日もちょっとかけた曲なんですけど、大好評でぜひもう一度聞きたいっていう声が高かったの で、 いいです、ね、はい、沖縄のアーティストで大和河野さんっていう、うん、とても素敵なアーティスト、はい、その方の曲から、フリーバードをお届けします。聞いてください。僕らはフリーバード、空を自由に飛び回る生き物さ、それぞれのフリースタイル、もう行き先は自由さ。この中にいれば
休むのかな。外で君を呼んでる、ただ君が聞こえないだけさ。やがて気がつく日が来るさ。カゴには書きがないことに、仲間の声信じてここから飛び出せ、yeah. oh, oh. 僕らはフィーバー、空を自由に飛び回る生き物さ。それぞれのフリースタイル、もう行き先は自由さ。教えられて生きてきたんだね。ずっと背中に生えたその羽は、決して目には見えないから、空飛べることを忘れてしまったみたいだね。この空は青いのだろう。そしてあの山の向こうには何があるのだろう。知らないことの広がりがこの世界にどれだけあるのだろう。使い方を忘れた、羽を広げたくなる。空を自由に飛び回る生き物さ、それぞれのフリースタイル、
はい、大和河野さんでフリーバードをお届けしました。なんかねちょっとねムードがいい曲だったと思うんですけど ね、うん、ね、素敵な歌でしたね。素敵な歌声、まだご本人にお会いしたことがないのでね。そうなんですね。ぜひ、なんかイケメンっぽいよ ね、ちょっとイメいろんなイメージしちゃったぜひお会いしてみたいと思います。ではちょっとここで私から一つ告知をさせていただきたいと思います。はい、私が演出を手掛けるリーディング公演第2弾ということで、これがちょうど来週になりますね。11月22、23、沖縄市にあります NBC 沖縄という結婚披露宴会場でね、リーディング公演第2弾アステロイド行われます。時間が15時と19時の2回公演になってまして、チケットが前売り2000円、当日2500円で要ワンドリンクということになっていて、ドリンクもお食事も楽しみながら、お芝居というかリーディング公演をね見れるっていう形になってます。普段披露宴会場として使われているところを、ね、今この時期で披露宴もなかなかないということで、結婚式場とこういう芸能の融合ということで、NBC の皆様にも ご協力いただいていろんなイベントになってるわけですけれども、今回はねキャストは全オールとかほとんどがオーディションで決定しました。でリーディング公演なんですけど、なんと新しい試み、東京と沖縄をリモートでつないで、作品をお届けするっていうのを一作品あるので、ぜひリモートって何って思われた方は、ぜひぜひ、会場に来ていただきたいと思います。400名入る会場なんですけど、このコロナ禍ということでソーシャルディスタンス保つために客席一公演ずつ150名限定となっておりますので、どうぞお早めにご予約いただきたいと思います。ご予約ですけれども、私フェイスブックブック出口優子で検索していただいて、DM などいただければこちらお取り置きできますので、ぜひぜひ皆さん、お越しくださいね。面白いから、ね、面白そうですね。あかりも来てね。はい、本当に本当にそう気になりますね、そういう ね。こちらもアステロイドという ASTEROID、ね、こんな感じで検索をしていただければネットでもねヒットしますので、ぜひぜひ来てください。はい、という自分の告知でございました。はい、楽しそうでしょ、ね、そう、もう絶賛稽古、ね、追い詰め中追い詰めてる追い込みに入ってます、はい、その成果がね、はい、楽しみですね、はい、いいと思いますのでね。はい、ではあかりん、はい、あかりんのその色と香りアートのセラピストの、はい、あかりんの海の見える隠れ家サロンあかりん、はい、こちらのご予約方法もう一度。そうですね、ご予約方法は、うん、Facebook 乾あかりでご検索いただきまして、ダイレクトメールいただけたらと思います。であともう一つ、はい、Facebook されていない方、はい、Gmail の方もアドレスがございます。お、はい、で続いてまずあかりん .kokoro.suppin@gmail.com、 スペルの方が akarin.coclo.suppin あかりん .kokoro.suppin @gmail になりますので、もしね、メールの方がよろしい方はこちらの方で受け付けさせていただいております。イエーイイエーイなんかあかりん、先ほどおっしゃってたようなカラーセラピーの講座とか、はい、そういったのはないんですか？あります。ちょっとどんな感じか教えていただけますか？そうですね、すごい楽しいんですけども、うん、もう1日5時間の講座なんですけれども、はい、色彩心理って何とか、うん、どんな歴史があったのはもちろんなんですが、はい、もうその日から自分でカラーセラピーができるようになります。お、はい、プラスこの綺麗な14色のカラーボトルと、うん、しっかりした超分かりやすいマニュアルがあります。テキストがあります、はい、なのでこの色を選んで、でこの色ごとのこのちょっといろいろ意味が書いているテキストがありますので、はい、そこを見て読むだけで自分の心も、お友達とかご家族様とか、うん、お好きな方、大切な方の心も癒すことができますので、はい、1日5時間でなんと2万900円なんですけども、いろんな心理学の講座私、はい、行かせていただいたんですが、うん、とってもコストパフォーマンス最高です。
2万、はい、2万900円900。このボトルは？ボトルもついて、全部。それ今あのなんか、はい、通信販売テレビショッピングじゃないけどすごくびっくりしますね。2万900円って普通はなんか一桁違う気がする。そうそうそう、結構ね、あの心理学とかの講座は結構ね本当に桁が違うんですけれども、ね、ですよね、はい、本当にこの TC カラーセラピーっていうのは、うん、あの本当に誰でも優しくもう気軽にできるようにっていうことで、うん、代表の方がとっても考えて、はい、でもあのお高いものだったらみんなに広まらないし必要な人に届きにくいよねっていう本当にすごい優しい気持ちがあって、かなりあの手が届きやすい値段価格でさせていただいてます。でもびっくりですよね、はい、でも本当しっかりしてますので、はい、もうぜひ私は本当におすすめです。ね、短期集中っていうところも ね、はい、そうですね、1日5時間それでできるっていうところがなんとも素晴らしいと思いますけど、そうです、その2万900円ってお値段が、はい、このカラーボトル分、はい、でもね、でも結構いいと思います。安いっていう感じじゃないですか。本当そうだと思います、ね、はい、こういった感じのこの教室というか講座って、はい、2万ってことはない。あ、そうなんですよ。だから私もラジオで言っちゃいました。あのそこにあと12万とかね、そうなんですよ、安くても6万とかなので。いや本当そうなんですよ、ね、だから本当にね、私本当に優しいシステム、あの講座だと思いますね。ちょっと本当に私今びっくりしました。多分ね、いろいろ心理学とかこういうね、いろんな講座をいろいろね、今までご経験されてる人はなおびっくりかなと思いますが、でもね、ちゃんと中身もしっかりしていますし、はい、私も楽しく熱意を持ってあの講座お伝えさせていただいてますので素晴らしい。ぜひあの遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。この講座の申し込みも先ほどの申し込み先でいいですか？そうですね、はい、でそしてもう講座を受けていただいたその日からカラーセラピストとして活動もできますのでね、もし色とかを今お仕事で色を使っている、この前はウェブデザイナーの方とか、はいはい、あと本当にネイルサロンの方、うん、あとマッサージのマッサージエステを自分でされていて、はい、ちょ体だけじゃなくて心も癒したいっていう、うん、やっぱそういうニーズ高いみたいなので、はい、そのサロンのサイドメニューとしてご検討されている方、うん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 、あとはもう本当に色が好き、でも色好きなんだけどなんかちょっとなんか自分でできたらいいなって思ってる方に、うん、もうとってもおすすめですね。素晴らしい、本当にびっくりしました。はい、ありがとうございます。ぜひあのご興味ある方は私の方までご連絡ください、はい、ぜひぜひ、海の見える隠れ家サロンあかりんまでご連絡をいただきたいと思います。はい、はい、であとあかりんなんか、はい、最近ちょっとまた手広く別の、あのことにも手をね手をかけてらっしゃるというそうまさに手なんですけども、手をこれもちょっと教えていただけますか？はい、今あのタクティールケアというタッチケアがありまして、はいはい、あの福祉の国スウェーデンからやって日本の医療現場にやってきた、はい、うん、あの緩和ケアなんですけども、はい、手当て緩和ケア、うん、で本当にあの本当に優しく触れるあの マッサージとはまた違うんですがタッチケア、はい、でたった10分間の背中を触れる施術でも、うん、なんと幸せホルモンが分泌されます。幸せホルモン、はい、すごい。あの本当に幸せホルモン、ま、別名幸せホルモンオキシトシンっていうホルモン、はい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 、多分聞いたことある方いらっしゃるかもしれませんが、聞いたことあります。このホルモンってすごいあの優しい気持ち穏やかな気持ちにしてくれたりとか、うん、実はこれってね本当はお母さんが出産するときにオキシトシンって出るみたいなんです。あ、だから出産って多分ものすごい痛いじゃないですか。ものすごい痛いですよね。ものすごい痛い。でもその痛いのに耐えれるのはそのこの和らげるホルモンが出てるからっていう風にも言われてるんですよね、うん、でも本当に、ま、男の人も女の人も関係なくこのオキシトシンをこの脳内で体に巡ることでこの本当心が落ち着いて不安がなくなったりとかこの本当にこのストレスが緩和されたりあと痛みも緩和されたりっていうことでもともと認知症とか、はいはい、あの発達障害とか、うん、精神病ですとか、うん、まあ、末期がんの、 あの痛みの緩和ケアで、はい、実際に医療現場でこの導入されているものなんですが、はい、なんとね私がすごいなと思ったのが本当まさに手当て
まあ、心を癒すあのお薬が結構半減しているっていう結果もある、すごいケアなんですよ。でその医療の現場でもすごいあの成果が見られているタクティールケアをベースにして、はいはい、あの本当に私たち、まあ、普段の生活忙しい皆さん、はい、もう心も体も癒されたいなっていう、うん、本当に一般の方にもあのこの気持ちいい瞬間ひとときを過ごしていただきたいなという思いで、なんとカヌチャリゾートに11月1日に琉球ボディケアサロンスイとしてオープンさせていただきました。イエーイ、イエーイすごい、カヌチャ高級リゾート地じゃないですか、はい、そうですね、名護市の方の、うん、はい、本当眺めも最高なリゾートホテルなんですけれども、そのホテルの一室でこちらもまた隠れ家的に今させていただいています、ね、はい、ですのでね、あの本当でもちょっとスウェーデンというかね、このカヌッチャリゾートの自然とちょっとスウェーデンチックな、はい、あのインテリアの配置とか空間も演出、でもどこか懐かしいようなこのなんか帰ってきたなっていう気持ちを大切にした空間 の、 あの演出をさせていただいてまして、はい、その中でこの柔らかなタッチケアをさせていただいてます。ですのでぜひあの心もほっこりで、そしたらなんか体もすっきりっていう、うん、なんか不思議なんですけどなんか幸せになれるような、うん、あの気持ちが体感できますので、なんか最近忙しくてなんか自分をちょっと抑えちゃってるなとか、なんか心がすり減っちゃってるなとか、うん、なんかリフレッシュしたい、もう本当に気持ちがゆるゆるリラックスしたいなっていう方にとってもおすすめです。しかも服を着たままさせていただいてます、はい、うん、ですので本当にあの気軽にお子様からシニアの方まで本当に幅広い方があの受けていただけますので、はい、安心してお越しいただければと思います。これはあの特に宿泊されてなくてもできるっていうことですか、はい、そうですね、あのビジター様でも、はい、あの受付させていただいてますので、ぜひ遊びに来てほしいですね。こちらの連絡先は、はい、そうですね、こちらの方はカヌチャリゾートの方に、あ、はい、あのお電話をしていただければと思うんですけども、はい、または詳細はカヌチャリゾートのホームページ、ホームページをご覧いただけましたら幸いですね。すごいですね、昔から日本でも手当てって言いますもんね、はい、本当にこの薬とか何かを使わずに、ね、人間にはやっぱりそれで癒してこの自然治癒力を高めるというか、はい、で癒される力があるっていうことですよね。そうなんです、それを最大限発揮されるっていうことですね。はい、そうですね、なんかどこかポカッとホワッとするような、マッサージとか指圧とか整体とかとはまた違う心の癒し、心のマッサージというような感覚なんですが、体も楽になる。これはだいたい何分ぐらい、そうですね、こちらの方が40分から70分、あの背中や手や足、この3つ の、 あの部分から、うん、あの組み合わせてお選びいただいてますね。で値段もホテルなんですけれども5500円から1万円のリーズナブルな価格でご提供させていただいてます。はい、そして11月12月は、はい、オープンキャンペーンということで 10% オフでさせていただいてま す、 すい、ね、ちょっとビジター様が恐れ入りますが、あの1000円アップ、あの、はい、宿泊者様よりか1000円アップのご提供にはなりますけれども、でもぜひこの 10% オフの機会に今年の疲れを今年の疲れは今年のうちに、今年のうちに、はい、でまた2021年を軽やかに、それこそドリームキャッチ、ドリームキャッチしてのために軽やかにあのステップを踏み出せるように、はい、体と心を整えていただければと思います。でまたね、あの施術だけではなくて、はい、もう一つあのワークショップがあります。ワークショップ、はい、いやすごいですね、これもワークショップがあるの。あ、そうなんです、はい、あの普通のねマッサージ屋さんだったらそういうワークショップってな、本当に施術一本だと思うんですけども、私たちの気持ちとしては、はい、まあ、コロナもありまして、はい、結構不安だったりとか生活がガラッと変わってなんかそわそわ感って結構増え
れてると思うんですよね、うんうん、そうですね。でも、ま、リゾートカヌッチャリゾートで癒して、その癒されたテイクアウトヘルスということで、テイクアウトヘルス、はい、こちらのワークショップを受けていただくことで、うん、10分間の背中のタクティールケアの施術を、ま、皆様でできるように私たちがすごいお伝えさせていただきます。なのでお家に帰ってもご家族様やカップル様、うん、で、まあ、お仕事は職場ですとか大切なご友人お友達たちと、はい、まあ、背中をつるし合うことで、なんかほっと身近に、はいはい、感じていただければと思います。しかもね、タクティルケアが私もったいいなと思ったのが、うん、施術される側だけじゃなくてする側も幸せホルモンが分泌されるそうです。これいいじゃないですか、はい、ウィンウィンですね。ウィンウィンです、まさにウィンウィンですね。ウィンウィン、素晴らしい。なので、まあ、このタクティールケアって何で、うん、日々この触れるってよくあると思うんですけど、はい、触れるっていうことに対してちょっと今一度見つめ直せる、うん、きっかけ、いいきっかけになるかと思いますので、はい、ぜひこういう方にもいいと思います。子育て、まあ、お子さんとお母さんのまあ、家族のスキンシップってとっても大事って言われてますし、はい、そういうスキンシップとか、あとはもしですよ、介護を今、まあ、そういうご家族様が、まあ、認知症ですとか、うん、何か介護が必要な状況にある方にとっても、はい、とても私は役立つ内容になっていると思いますので、はい、ぜひご興味ある方は、もう幸せの輪を広げたいなという方はぜひ来ていただいたら嬉しいなと思います。ね、素晴らしいですね。このカヌチャで受ける施術が、はい、そんなリーズナブルな値段で受けられるっていうのは、はい、もう本当にまさにこのリフレッシュになると思うので、そうですね、はい、ぜひぜひ皆さんお問い合わせいただきたいと思います。私も今年の疲れは今年のうちに、はい、ぜひ、ね、予約をしたいと思いますので、はい、タクティールケア、はい、でこちらの水の予約、ご予約なんですけれども、はい、カヌチャリゾート、お電話番号が0980-55-8880 0980-55-8880、こちらの方にご予約いただけましたら嬉しいです。さあぜひ皆さんね、いいですか、お電話してくださいね。はい、はい、ということで、まあ、海の見える隠れ家サロン あかりんと、はい、こちらと忙しいね、あかりん、ちょっといろいろ、はい、もう心も体も癒すぞっていう、ね、でもあかりんはこの走りながら癒されるぞっていう感じですね。そうなんですよ、自分も癒されるので ね、はい、楽しみながらさせていただいてます、ね、いや、もう、はい、私もパワーをいただきました。はい、嬉しい、ありがとうございます。ということでね、本日ゲストあかりにお越しいただいてるんですけれども、皆さんにお伺いすることなんですけど、あなたにとって夢とは何ですか？夢とは現実になるです、うん、まさしく夢はつかむっていうことですね。そうです、はい、ありがとうございます。夢とは現実になる、なります皆さん、なります。私も信じて進みます ね、 ね、みんな信じて進みましょう。はい、ありがとうございます。で、1時間お送りしてきましたドリームキャッチャーですけど、まあ、このエンディングテーマリオンの光のもとへお聞きいただきながら、そろそろお別れの時間が近づいてきました。早い ね、早いです ね、もう楽しかった。ぜひぜひまたね、あかりには来ていただいて、はい、今度はなんか公開カラーセラピーみたいな感じで ね、はい、やっていただきたいと思います。ぜひとも、ま、来てくれますか？もちろんです。いや、でも忙しくなるからね、今度。いや、カヌチャと読み担当行きしないといけないから。いや、でも楽しかったので、ぜひまた、ぜひぜひ、はい、多分ね、まだ今日ね、伝えきれなかったことがいっぱいあると思うので、もっといろいろ言いたいけど、今度はじゃあ月1回とか、あ、そうですね、各月1回とかで来ていただいて、ね、まあ、カラーセラピーならカラーセラピー、あ、そうですね、アートはアート、ちょっとテーマをね、そう、テーマを決めて、そうですね、で、私が見てもらうみたいなのもいいね。いいですね、はい、ちょっとドキドキしますけど、あら、偉いの見ちゃったって、なんかね、嘘、怖い怖い、私がドキドキする、そんなことないですよ、ね、本当に楽しいですからね。またぜひぜひ来てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。また来週、ね、この時間もゲスト、素敵なゲストをお迎えしてますので、ぜひぜひ皆さん聞いてくださいね。本日のゲストは海の見える隠れ家サロンあかりん代表の乾あかりさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは一緒にコールをお願いいたします。日曜日の午後4時はドリームキャッチャ ー、 キャッチャー、イエーイ、また来週。